ドームです。この動画は台本がないとうまく話せない私がうまく話せるようになるために台本なし、ノーカットで話す練習をしています。終始グダグダな話し方ですのであらかじめご了承ください。さて、今回は昨日投稿した動画 DJI Osmo Pocket 4K24P Super Fine 夜の大阪の 振り返りをします。まずね、あの動画一通りね、あの、ストーリーを追っていくと、あのね、ただのおじさんの休日の様子っていう感じになりますよね。夜ね、まあ、ヨドバシ行って好きなカメラとかね、機材ね、レンズとかね、見て、ウィンドウショッピング楽しんで、その後に飲み屋に行って、まあ、飲んで帰ってくると。 普通のおじさんの休日の日ね、あの、まあ、様子なんですけれども、まあ、お相撲ポケットを持って行ったということで、まあ、動画のネタになったということでございます。<laughs> いやね、あのー、最近ね、まあ、二条城に観光には行きましたけれども、あの、家の中でね、あの、休日とかまあ平日も含めてね、 まあ平日はまあお出かけできないんですけども何だろうそのなんか土日ねずっと動画作ってるなっていうね特にねあのあれですデジタルカメラとしての基本性能を調べましたってあれねあれは結構きつかったんでね前も言ったように、まあ、全部作るのに24時間かかったんじゃないかみたいなね、うん、かかったと思います なんで、なんかね、外出たかったんですよね。あき昨日昨日もうおとといか、うん。一昨日になっちゃったんですけども。なんで、外に出かけて、で、プラス、動画も作んないとな、みたいな感じで思ってて、じゃあ、オズモポケットを持って、休日、ね、まあ、普通に行きたいところ行って、で、オズモポケットを取りながらね、 行ってみたらどうかななとと思ってで、今回の動画となりました。<laughs> ただ、おじさんが楽しんでいる、休日を楽しんでいるだけなのに、まあ、動画をネタにしてしまったという、そういう話でございます。でも、まあ、あのね、一応、試し撮りということで、前からっていうか、まあ、ちょっと前から気になってた、あの、スーパーファインっていうね、 画質スーパーファインって結局何なのっていうね。そういうのあったんで。まあそれを試そうかなと。あとはね、4K にしたのは、もうね、なんだろう。その、性能検証基本的な性能を調べた時に思ったんですけども、あのフル HD で 80Mbps で、4K で,で 100Mbps でしょだから ?80 から100って、 まあ、割合的には25%増しなんですけれども、たった25%増しで 4K 撮れるんだったら、なんか 4K 撮った方がいいんじゃないかなって。で、しかもね、あの、前、オゾンポケット買ったばっかしの時に、4K60P で撮ったのありましたよね。あれ、投稿した当時は 4K で見られなかったんですけれども、今は見られるようになったんですよ。 何日経ったら見られるようになるかっていうのはちょっとわかんないんですけども、やっぱりあの、普通にね、4K の、4K の動画を上げたら、上げた直後は無理なんだけども、YouTube の中でね、そのサーバーの方で処理してね、4K で見られるようにしてくれるんで、じゃあ 4K で撮ろうかと。そういうふうに思ってね、4K にしました。 だからね、あの、試し撮り、ま、は、まあ、初め買った時のね、試し撮りの時の動画ね、今、テレビとかで、私のテレビね、4K 対応してるんで、見るとね、綺麗なんですよ。うん、あ、4K で撮ってよかったなーって。でもね、二条城はね、ちょっと残念ながらね、その 4K で撮ったやつと比べたらね、うーん、ダメかな。<laughs> やっぱ落ち、落とっちゃいますよね。 4K の動画とフル HD の動画、そりゃ画質 4K がいいに決まってるでしょうね。決ま、まあ、決まってますよね。うん、やっぱり劣っちゃうなーって、そういう感想でございまして、じゃあ今回は 4K で撮ろうかなと。で、スーパーファインって、私今のところ考えてるのは、もう本当に大きくあのビットレートが変わる仕様なんで、あの、なんていうかな、 節約できるんじゃないかなって。要は、その、ビットレートが低くて済むところは低くなって、高いところは高いところ、まあ、高くなっちゃうけども、まあ,あ、上限の 100, 100、m b p s を超えることはないんじゃないかなと思って。ただ、スーパーファインの場合は、その、フレームレートがね、低くなっちゃうんですよね。 本当は 4K60P でスーパーファインっていうのがあれば、それを選びたいんですけども、スーパーファインは、4K の場合は25フレーム以下だから24と25かなうん。その2つしか選べないんで、まあ24にしたわけでございます。で、結局どうなったかというと、まあ、あの、若干の節約にはなったのかなうん。 まあでも、うんい、いいかなって。ずっと100よりは、えっ、ー、と、今回調べたら80、81かな 80, ?80 から100ちょっと超えちゃったんですけどね。これはまた、あの、びっくりしたんですけどね。上限100じゃないのって思ったんですけども、<laughs> 100ちょっとなんか超えちゃってね。あれもちょっとね、不思議だなと思ったんですけども、まあ、スーパーファインの仕様。 あ最後に感想を言いましたけれども、本当に謎しようかなって思いました。あれこんな話をしようとしてなきゃ。あ、いいのか、いいのか。で、えっ、ー、と、まあ、休日をただ過ごしただけという動画だったんですけども、まあ、試し撮りということで、まあ、今のね、スーパーファインと 4K24P で撮りました。あと、あとは、そうですね、あの、自撮り棒と、あと、ネックハウジングマウントの2つで、 大阪駅からヨドバシカメラまで、ね、行きましたってことであれね初めはあの自,撮り自撮り棒で行ってで着いてすぐに大阪駅にもう一回戻ってでネックハウジングに変えてでもう一回ヨドバシカメラに行ったっていう、まあ、そこはねなんか検証してるっぽいねことをしたんですけれどもヨドバシカメラから入ったあとはね もう普通に休日を過ごしているだけっていう、そういう動画でございます。まあそこの部分だけは、まあなんか真面目にね、あの検証したかななんてね、思います。あとはそうですね、まああの、4K24P って今後どうしようかなって。 うん。いや、でもね、フル HD で撮るよりも、4K で撮った方がね、オズマポケット、いいかななんてね、うんあ。部屋の中では、それはちょっと、うん、結局、部屋の中で撮るってことは、あの、フル HD の動画を作るってことだから、4K で撮ったらもったいないんで、その時はちょっと、まあ、考えますけれども、例えば、観光に行ったりした時に、 うん必ずしも 4K60P である必要はないんだよね。だから 4K24P でもいいんだよね。ただフレームレートが低くなることによってパラパラ,パラ,パラ感が増すのかなだよね。ヌルヌル感が損なわれるんだよね。だから私あの昔 30p しか撮れなかったカメラを使ってたやつからその 6DM2 とか GH4 とかにしたかったのは動画で 60p で撮りたいというそういう、まあ、理由の一つにそれがあったんでねでそれで今は 60p で撮ってるんですけども 30, だ30でしか撮ってなかった時よりも24っていうのは少ないわけだから。 どうだろうね。あの、激しい動き、素早い動きには、うん、どうしても24だから、うん、パラパラ感っていうかね、うん、ぎこちない感じがするんだろうね、うん。だから今回も見ていると、なんだろうな、4、まあ 4K60P で撮ったやつと、24P で撮ったやつ、まあ見比べてはいないんですけれども、まあ、 うん、パラパラ感があったんじゃないかな <laughs>。私はあんまり、うん、気にはならなかった、ならなかったんですけども、そういうのがあったのかななんて思います。でね、まあ、あの 4K で撮りたいなとは思ってるんですけども、一つね、問題がね、やっぱあって、うん、アップロードがね、時間かかりすぎるんですよね。 ここさえね、まあ、ここ我慢すれば、もう毎回 4K で上げれるんですけども、今回もね、アップロードにね、10時間かかったんですよ。<laughs> えっと、9分、9分半、9分40、40秒程度の動画でしたけれども、えっ、ー、とね、出来上がった時はね、まあ、編集して、で、出力するから、で、出力した時に、 60Mbps まで落としてるんですよ。それで出来上がったのが、えっ、ー、と、4ギガちょっとのファイルなんですけれども、それを上げるのに10時間。編集が終わったのが日曜の朝だったんですけども <laughs>、相変わらず <laughs> 時間かかってるなと思うんですけども、さて、いよいよね、これから上げようかって言って上げたら、やっぱりその、あまりにもね、 その時間が長くてっていうか、YouTube の方も、あと何時間かかる、かかりますっていう表示が、うん、まあ計算できなかったんだろうね。全く表示されなくてね。で、私はその編集が終わって、で、アップロードしたから、じゃあ寝ようか、つって。で、寝て、で、昼ぐらいに一旦起きたんですけど、半分ぐらいしか終わってなくて <laughs>、これいつまでかかるんだろうと思ってね。 結局ね、えっ、ー、と、夕方っていうか夜の5時半かなアップしたっていうか、あの、公開できたのは。まあ、そんな感じでね。だから 4K で撮っちゃうと、本当にあの、動画のね、編集したとしても、サイズが、ファイル容量がね、大きくなっちゃうんでね。それに伴って、 いつもだったら、あの、毎,毎日ね、まあ、幕会話も含めて、9時ぐらいを目標にね、あ上げてるっていうか、作ってアップロードして終わらせてるんですけども、まあ、4K で撮った日は、そんなことはもうできない。<laughs> それね、朝の9時にしたかったら、なんだろう、次の日に回すっていうね。<laughs> 配達で、なんか時間指定ってあるじゃないですか。あれと同じ考え方ですよね。うん。9時に間に合わない。だけど9時に指定されてたら、じゃあもう次の日だよねっていう。<laughs> うん。まあそういうふうになっちゃうんだろうな。まあでも、4K で撮った方が、綺麗なんでね。今はまだ、今回あげたやつで 4K って、 見れ,見れてないのかなちょ,ちょっと、今パソコンを操作して確認してみますね。えっ、ー、と、管理画面、あ、ちょっと待った。設定で、あ、2160p って選択できるから、あ、もう 4K で見れるんじゃん。うん。よかった、よかった。はい、見れます。あれ 一日しか経ってないよ。一日経ってないよ。一 <laughs> 日経ってないのに、もう 4K で見れるんだ。へぇー。4K60P で撮ったときはこれほんと、一週間経っても見れなかったけどな。うーん、何が違うんだろう。まあいいや。まあ見れるっていうことで。あ、じゃあ、さっき私がテレビで見たのは、あれは 4K だったのかな <laughs> やたら綺麗だなと思ってた、もしかして 4K かなと思ってみ、ね、見ながら思ってたんですけども、うん、4K だったんだね、やっぱりね。うん、綺麗なわけだ。はい。<laughs> で、えっと、まあそんな感じで。いや、そのどんな感じなんだろう <laughs>。あとはね、あのまあ、夕方というか夜の5時に上げたにもかかわらず、やっぱり DJ アオズモポケットっていう名前、あのタイトルね。 動画のタイトルをしているから、まあ、再生数は100超えてますよね。<laughs> まあ、朝の9時に上げたらもっとね、あの増えてたんでしょうけども、まあ、それはね、まあ、4K 上げるのにすごい時間かかるっていうのね、まあ、仕方ないんで、うん、それはもうよしとします。はい。まあ、そんなこんなんで、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、ただのおっさんの休日を <laughs>、 大相撲ポケットで撮ったという動画で、まあ動画のネタ的にはね、試し撮り、まあタイトルタイプ試し撮りって書いてますけれども、まあ、あの、ヨドバシカメラをね、あの、二往復、二往復じゃないけどね、一往復、一往復半したというね、まあ、検証っぽいことをしましたけれども、まあ、あの、軽く見ていただければと。<laughs> 真面目なものじゃないんで、軽く見ていただければなと思います。 はい。じゃあ終わ,る終わろうかな。今日もぐだぐだですいませんでした。ということで今回は以上です。バイバイ。